はい、皆さんこんにちは、村長です。大好評のイージーキーズ2、このシリーズの第5作目はイージーシリーズのイージーベース、イージードラマー3、この3つをうまく使ってですね、実際に楽曲を仕上げていく、そんな実践的なお話を今日はしたいと思います。まず今画面に映っているのはイージーキーズ2の真骨頂とでも言えましょうか、バンドメイトという機能です。バンドメイトの機能の中で今日はMIDIのメロディーを入れたいと思います。今日はですね、 NHK のお母さんと一緒の曲、これをやってみたいと思っています。元の音楽を少し聞いてもらいましょう。この曲はですね、ここから以降特に転調もあるんですね。この転調をどのように捉えていくか、そういうのも見どころの一つであります。ではやってみましょう。これの中のメロミディというこのファイルがメロディのミディ音源です。ではミディメロをドラッグ&ドロップで持ってきます。はい、ただいま分析しまして、どんな形でバンドメイトが判断したか、これを聞いてみましょう。はい、こんな形に分析をしました。コード感自身はバッチリ合ってるということもないですけれども、でも十分なコードセレクトだというふうに僕は感じました。この右側のですね、バリエーションを変えていくところ、少し見てみましょう。ここでアマウントも変えれます。もう少し手数が多い方がいいのか、そうではないのか、ちょっとやってみたいと思います。少し手数を増やしてみたいと思います。9というぐらいにしてみました。ただ手数を増やしたといってもですね、そんなに変わりません。なぜかというと AI がやりますので、そんなランダムに増やすようなめちゃめちゃな数を増やすわけではありません。音楽理論にのっとった手数を増やしてくれましたので、これでもう一度聞いてみましょう。はい、今度は思いっきり減らしてみましょう。今考え中です。だいぶにすっきりしました。もう一度聞いてみましょう。はい、僕は増やした方がいいと判断しました。先ほどと同じぐらいに増やします。今度はオクターブ考えてみます。少し落としてみます。はい、もう先頭を聞いただけで低すぎますね。なぜかというとベースも入れるわけですから、ベースとぶつかりそうでした。今度は一つ上げてみます。これもあまり良くない。やっぱり元がいいです。じゃあこれでやってみましょう。ドラッグをして下のトラックに持っていきたいと思います。はい、このようになりました。下に持ってきたらですね、今のところはざっくりですね、同じフレーズが入っています。これをさらに良くするのにはどうしたらいいでしょうか。そんな時はグルーブを選びます。そうしまして今全体に
1個のセクションでできています。これを通常はセクション分けをしていきます。ちょっと聞きながら分けていきたいと思います。セクション分けをするのにはメロディーがトラックにないとですね、どんな感じになっているのかが分かりにくいです。ですから一旦 Easy Keys 2を隠します。そうしましてメロディーを入れていきたいと思います。メロディーのトラックを作ります。このトラックに先ほどと同じ MIDI を入れたいと思います。そんな時はこんなこともできます。バンドメイトのために呼び込んだこのファイルありますね。これをドラッグ&ドロップで入れることもできるわけです。先頭のところに、はい、こうしてメロディーを放り込むことができるようになっています。トラックにスタジオ1純正の音源を入れます。ハーモニカの音源を入れたいと思います。楽しそうにやりたいからです。こうすれば Easy Keys と一緒に鳴らすことができます。聞いてみてください。こんな形でメロディーが入りましたので、作っていくことがやりやすくなります。Easy Keyの画面を出しまして、セクションを考えてみます。聞きながらセクション分けをしていきましょう。はい、ここで変えましょう。はい、ここですね。はい、ここ。こんな形に分けました。こうやってブロック分けをしておくとですね、フレーズを変えていくときに便利です。フレーズを変更する方法を皆さんにお話したいと思います。全部変えたらいいんでしょうけれども、変えるやり方だけを時間の都合上やっておきます。このセクションのフレーズを少し変えたいとき、グルーブスのタブを開きまして、この今のフレーズですね、これに近くて、そしてもう少し変わったもの、そういうのを選ぶときにはこれを右クリックしますと Find というのがありまして、一番上に Show Similar Grooves というのがあるんです。これを選んでいただくと今のフレーズに近いものがこのように出てくるようになります。ちょっと聞いてみましょう。はい、ちょっとこれに置き換えてみたいと思います。その時はこのようにセクションを選択しまして、リプレイスミディ、これを押します。そしてセーブチェンジーズ、これでセクションのフレーズが変わったわけです。ちょっと手前から聞いてみましょう。はい、感じが変わりすぎというふうに感じましたので、まずはベロシティを少し上げまして、なおかつアマウントも少し多いめにします。はい、プラス5にしました。じゃあ聞いてみましょう。
いいでしょう。そうしましたら、ここからが今日の本題に入ります。これでドラムとベース、これを入れていきたいと思います。まず、イージーベースを出します。これちょっと横に置いておいて、ドラッグだけできるような感じにしておきます。今度は、イージーキーズ2の画面を出します。その時に、スタジオ1の場合は、このピン止めをしてですね、消えないようにしておくことが重要です。そうしまして、フレーズ全体を選択するようにします。はい、このように選択できました。ベースの画面のタブは、ドラム&キーズ、バンドメイトと呼び方が違いますけれども、このタブを開いておきます。そして、イージーキーズ2の方は、このようにして、ドラッグ&ドロップできるようにしたまま、引っ張ってきます。はい、ここで、レフトハンドなのか、リズム&コードなのか、案外、この曲の場合、単純でもいいと思うので、このレフトハンド、これをドラッグ&ドロップしたいと思います。はい。じゃあ、この状態でどんな風になったか聞いてみましょう。DAW を先頭にしまして、そして聞きます。はい、次はドラムにしましょう。イージードラマー3を前に出します。はい、これがイージードラマー3です。イージードラマー3からはもう呼び名がバンドメイトとなっておりますので、このようにしまして、先ほどと同じようにこのイージーキーズのフレーズをドラッグします。ここですね。はい、そうしましたら分析が始まります。ベースと違っていろんなアマウント、スネアとキックとハイハット、これを調整することができます。聞いてみましょう。もうちょっとスネアを入れます。こんな感じに入れました。ではこのフレーズをイージードラマー3のソングトラックに引っ張ってきましょう。こちらの方でもセクション分けをしていくといいと思います。聞きながらセクションを割っていきましょう。ハサミのツールに持ち替えておきます。はい、このようにして割っていくんですけれども、実際にやるときはですね、今このように最初の分割と変わったところがあります。こういうときは忘れないうちにこの2つですね、これを両方選択しておきまして、そして右クリックをしましてマージというのがあります。これをしてグルーブをつなげておくことが大事です。今度はこちらとこちらマージ、ショートカットもありますのでショートカットでやってもいいと思います。このようにして後半は省略しますけれども、特にイージードラマー3のエディットプレイスタイルはとってもよくできています。ちょっとエディットプレイスタイルを開いてみましょう。はい、こういうドラムの絵が出てきます。このセクションをエディットプレイスタイルで聞いてみるときには、ここをループにするのも一つです。
この部分を聞いてみましょう。今パワーハンドというのがハイハットになっています。パワーハンドというのはリズムを刻む主体になるための楽器のことを言います。ですからここをライドに変えてみましょう。パワーハンドのこれをこっちへ引っ張っていくと変えることができます。このようにしてパワーハンドを切り替えることができます。ちょっと聞いてみましょう。はい、このライドを少し上げたいと思います。手数も増やします。このエリットプレイスタイルの詳しい説明は僕の Easy ドラマ3の解説動画を見ていただくとかなり詳しく解説をしておりますので、そちらの方も見てください。じゃあこれで3点セットが入りました。チェックをしていくときは Easy Keys 2からスタートをします。 DAW で再生をします。ピアノの方はさほど問題はないようですね。じゃあ次はベースに移っていきます。もちろんベースの方も先ほどはやりませんでしたけれども、セクションを分けることができます。ここでセクションを分けたいと思います。このようにカットをしましてですね、そのフレーズがこれでいいかというような時はエディットプレイスタイル、これを選択しまして、これにもアマウントというのがありますので、手数などがいいかちょっと聞いてみましょう。ちょっと大きめにしておくといいでしょう。ちょっとアマウントを増やしてもう少し元気のいい感じにしたいと思います。もう一度聞いてみましょう。ない方がいいと判断しました。戻しておきます。手数を増やした時に聞いてみるとですね、アボイドの音が案外たくさん入ってきてですね、ちょっと耳障りでした。あとはベロシティ、ちょっと上げたいと思います。ちょっと試しにオクターブを上げたらどうなるかやってみましょう。ちょっとですね、応用的なお話をしたいと思います。この最後の小節ですね、いわゆるフィルなんかを入れたいところがですね、もう少し遊びがあってもいいと感じました。そういう時はこの部分をこのようにカットします。そしてですね、この部分をグリッドエディターで少し調整をしたいと思います。この部分です。そしてこの3つ、ここに入れてくれてあったのをオクターブ上げていきます。はい、こんな感じになりました。これをスラップにします。はい、それのうちの真ん中の音、これですね。これはですね、単純なスラップではなくて、ここでゴーストスラップに変えます。はい、いわゆるなんか叩いたような音だけが鳴るというやつです。じゃあこれで聞き直してみましょう。これ
後ろの音楽がないからですね、ちょっと何をやったのかって感じになりますけれども、これ聞いてみますね。オクターブがあまりにも高すぎて良くなかったです。オクターブを下げておきます。はい、これ方がいいですね。これも下げておきましょう。こんな感じに。はい、こんな風にいろんな編集をしていきます。先ほども言いましたように、 Easy Bass そして Easy Drama 3はですね、たくさんの動画をこの Easy Keys 2と同じようにですね出していますので、皆さん細かい編集の仕方とかはその動画を見たりしてください。そして今こうやって重ねた音、これでどんな感じになるかですね、ちょっと聞いていただきましょう。実際はですね、今のままでは作品にはならないと思います。一つ一つ見直してですね、ブロックごとにエディットプレイスタイルなどでフレーズをしっかり選びながらやらないといけないんですけれども、全体の流れというのを示させていただきました。実際ですね、曲を完成させていって、そして一つ一つのフレーズを見直していくというのにはですね、解説動画としては飽きるほどの時間をかけないとですね、なかなか全容を喋ることはできませんのでですね、全体のつながりをテストしながら動画もですね、たくさんアップロードしていますので、そちらの方と見ながら皆さんのアイデアをいっぱい盛り込んでですね、この3つのソフトをうまく連携してください。今日はご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。